プロ野球阪神タイガースの新外国人投手ケラーとウィルカーソンが今日入団会見を開き、今シーズンへの意気込みを語りました。タイガースに新加入したカイル・ケラーとアーロン・ウィルカーソンは今日午後、西宮市内で入れ替わりで入団会見に臨みました。ケラーは最速160キロ近い直球を投げ込む右腕で、退団したスアレスに代わる守護神候補として期待されています。We were talking about that today. I think KK. I like KK. It's my initials, Kyle Keller, KK. Gambade mas. 一方、ウィルカーソンは制球力と多彩な変化球が特徴で先発候補に挙げられています。Fastball, curveball, changeup and a slider. I feel comfortable with all of them. I wouldn't rank any others above any, but that's what I got. Coach Micho, yeah? Is that right? 勝ちましょう。勝ちましょう。会見前にはケラーが42、ウィルカーソンが52の背番号をつけたユニフォーム姿でチーム全体での写真撮影に参加していました。